はい、皆さんこんにちは、ゆるかです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画はですね、2021年がもうすぐ上期が終わるということで、買ってよかったものランキングベスト8をご紹介させていただきます。昨年の年末もですね、2020年のベスト10という形で動画アップさせていただいたんですが、気になる方はそちらを見ていただきたいんですが、今回は上期ベスト8をご紹介させていただきます。で、まあベスト8ってちょっと中途半端な感じになるんですが、本当にですね、皆さんにお勧めしたいものだけをですね、8個厳選したアイテムたちになっておりますので、ぜひ最後まで動画を楽しんでいただければなというふうに思います。今回の8はですね、日用品がメインで、ガジェット類とファッションをちょっと紹介してるっていう形なんですが、視聴者の方にとっても非常に有益な情報じゃないかなと思いますので、ぜひ気になるものは概要欄にリンク貼っておきますので、ゲットしていただければなというふうに思います。ではランキングの方早速いってみましょう。はい、ということで早速8位からご紹介するんですが、栄えある8位はこちらになります。じゃじゃーん。無印良品の、自分で詰める水のボトルになります。でこちらの容器なんですが、何がいいかというところなんですが、まずですね、こうやって水って書いてあったりだとか、形が本当に可愛らしくて、非常にミニマルなデザインが気に入っております。であとは、普通のペットボトルよりかですね、かなり硬いプラスチックになっておりまして、非常に頑丈な感じがします。で僕はですね、スポーツジムにこれを持って行ってるんですが、事前にミネラルウォーターをこちらに入れて、こうやって蓋をしてカバンの中に、ポンと入れてるんですが、かなり頑丈にできているので、水が一切漏れることもなくてですね、非常にサイズ感もいいので、気に入っております。でこちらのボトルなんですが、無印良品のお店によっては、ただでミネラルウォーター入れられたりしますんで、まあ、そういったところもですね、いいかなと思ってですね、購入しました。でまあ、約2、3ヶ月ぐらい使ってるんですが、全然劣化することもないので、これからも大事に使っていきたいですし、また壊れたら新しいものも買いたいなというふうに思っております。あとはジムに持っていくのはもちろんなんですけども、外出するときにですね、このスマートフォンなんですが、それと比較してもですね、非常に小さいサイズになっておりますので、小さなバッグにですね、ポンと放り込むこともできますんで、これからのシーズンに非常に便利なんじゃないかなと思ってですね、非常に気に入っております。はい、ということで第8位は無印良品の自分で詰める水のボトルになります。はい、で続いて第7位の発表になります。第7位はですね、こちらです。じゃじゃーん。バグーのエコバッグになります。で以前の動画で僕はこのピンクのバグーの、バッグをご紹介させていただいているんですけども、これがですね、非常に良くてですね、他のバグーの、デザインのバッグも欲しいなと思いまして、2種類追加購入いたしました。でこちらのですね、ピンク色に関してはサイズでいうと真ん中のサイズになりまして、スタンダードバグーというサイズ感になっておりまして、こんなサイズ感になってるんですが、結構大きいので僕はこれはスーパーに持っていく時に使っております。でこちらの小さい方のバグーがですね、ベイビーバグーといいまして、1個だいたい2000円ぐらいで購入できるんですが、こちらのですね、ヒョウ柄の方に関しては僕はもうジムに持って行って使っております。でこちらの迷彩柄に関しては、日本限定モデルという形になるんですが、こちらも2000円ぐらいするんですが、会社に行く時に持っていくエコバッグとして使っております。でこちらのバグーのバッグなんですが、何がいいかというとですね、やっぱりですね、まあ、デザイン性がいいっていうのはもちろんなんですが、リップストップナイロンが使われていて非常に丈夫ですし、使い勝手がいいなというのが、とてもおすすめしたいポイントかなというふうに思っております。ぜひ皆さんにもですね、自分の好みに合ったバッグをですね、見つけていただきたいなというふうに思っております。今の時代に合った、まあ、サステナビリティなバッグになりますし、こういったバッグをですね、日常の、ファッションアイテムとして使う方も結構増えてきておりますんで、非常におすすめしたいバッグになりますので、第7位がですね、バグーのエコバッグになります。はい、ということで第6位発表いたします。第6位はですね、シロカのカフェ箱 SCA371 になります。でシロカのカフェ箱に関しては、まあ、以前の動画で2回動画にさせていただいてるんですけども、非常にコストパフォーマンスがいいコーヒーメーカーになります。
で、まあ、今年はですね、皆さんも多いと思うんですけども、テレワークで家で仕事する機会が非常に多くなりまして、本当に家でコーヒーを飲む機会が僕自身が増えまして、このコーヒーメーカーを買うことによって、生活が充実したかなと思いましたんで、第6位とさせていただきました。で、今まではですね、紙のペーパーフィルターで、粉から引いてコーヒーを飲んでいたんですが、シロカのコーヒーメーカーを使うことによって、豆からコーヒーを入れる楽しさや美味しさを知ることができまして、僕の知見をですね、広げてくれたアイテムじゃないかなというふうに思っております。ですので、まあ、コーヒー豆についてですね、少し勉強したりだとかですね、そういったこともしましたんで、このコーヒーメーカー買ってよかったかなというふうに非常に満足しております。非常に人気なアイテムですので、気になる方はですね、僕の過去の動画を見ていただければなというふうに思っております。で、続いて第5位になるんですけども、第5位もですね、本当に、超愛用してるアイテムになりまして、おすすめので言ったらですね、本当に1位と言っても過言じゃないぐらい気に入っているアイテムになるんですが、こちらになります。じゃじゃーん。サーモスの真空断熱タンブラーの 420ml になります。で、こちら商品が価格が税込み1455円という形になっておりまして、まあ、Amazon でもですね、超高評価のアイテムになっております。で、こちらのサーモスの真空タンブラーなんですが、こちらもですね、ちょっと以前の動画でご紹介させていただいてるんですが、まあ、何がいいってですね、真空タンブラーということなんで、非常に保冷効果が強いということで、冷たい飲み物をこちらに入れて氷を入れておくとですね、平気で長い時間ですね、氷が凍ったまま、冷たいまま飲めるというのが、非常に気に入っております。で、こちらのタンブラーの僕が一番使ってる使い方をご紹介しておくと、近所のコンビニエンスストアで100円のですね、アイスコーヒーを買って、こちらのサーモスの真空タンブラーに入れ替えて飲むようにしています。そうすることによってかなり長時間ですね、冷たいままコーヒーを飲むことができますんで、例えばですね、昼過ぎにコーヒーを買ってきて、会社のミーティングとかでなかなか飲めないみたいなことがあると思うんですが、 2,3 時間全然放置しててもですね、氷が全く溶けることはありませんので、買った当時のまま冷たく美味しくコーヒーが飲めたりするので、僕はその使い方が非常に気に入っておりまして、こちらを超愛用しております。で、あと、まあ、使い方は様々ありまして、朝のホットコーヒーもこれで飲みますし、夜のですね、晩酌時も、こちらサーモスの真空タンブラー使いますので、一つあればですね、いろんな使い方ができまして、美味しくドリンクを飲むことができますんで、本当におすすめしたい超コスパ最高なアイテムになりますんで、本当にこれは皆さんぜひゲットしてほしいなというふうに思います。続いて第4位、こちらの商品も僕の生活をかなり変えた商品になります。じゃじゃーん。ということで、Kindle Paper White の 32GB になります。で、こちらの商品なんですが、本当知ってる方はたくさんいらっしゃると思うので、まあ、あえて詳細は言いませんが、まあ、電子書籍になります。で、僕はこちら3月の Amazon のセールで購入したんですけども、まあ、今本当に毎日使うぐらい愛用しております。僕はこのペーパーホワイトを使って漫画を読むようにしております。ですので、まあ、ビジネス書に関しては今まで通りですね、本を買って読んだらメルカリに出品して売るみたいな形でやってるんですが、ペーパーホワイトに関しては、漫画をですね、どんどん貯めていってコレクションするということをしております。で、こちらの Kindle なんですが、何が気に入ってるかというとですね、やっぱりスマホで漫画読むよりも、こっちで読む方がですね、目が疲れないかなという印象を受けておりまして、その点が非常に気に入っております。で、あとは非常に軽いですし、防水であるというところもありますので、まあ、お風呂の中に入りながら読むこともできますので、その点も気に入っております。で、価格もですね、まあ、Amazon のセールで買いましたんで、まあ、非常に安く購入できましたし、コスパが非常にいいアイテムじゃないかなと思います。で、やっぱりですね、今まで紙で漫画読む派だったんで、電子書籍ちょっと抵抗あったんですけども、まあ、だんだん慣れてくるとですね、まあ、これでも全然読めるなっていう形になってきますし、何よりやっぱり持ち運びが簡単にできるっていうのが、非常にいいんじゃないかなと思っておりますんで、これもですね、常にカバンの中に忍ばせておいて、時間があるとですね、漫画を読むようなことをしています。
まあ、すでに手に入れられてる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、なんで今まで買わなかったんだろうぐらいですね重宝しておりまして、非常に気に入ってるアイテムになっておりますんで、第4位という形にさせていただきたいなと思います。ということで上位3位の発表になるんですけども、第3位はこちらになります。じゃじゃーん、GoPro Hero 9になります。で、GoPro に関してはだいたい秋にですね新商品が毎年出てるんですが、こちらは2020年の秋に発売したモデルになりまして、僕は2021年に入って、まあ、2月か3月頃に購入いたしました。で、新しいものが発売されるのを待つか、まあ、8をですね購入されるか非常に迷ってですね、買ったんですけども、結果的にですねこの GoPro Hero 9買ってめちゃくちゃ満足しております。でこちらの GoPro なんですけども、僕は旅行や Vlog を撮る際に使っておりまして、非常に綺麗に撮れるところも気に入っております。で今までは旅行にはですねこういったあの RX Mark 7 とかソニーのカメラを持って行ったりしたんですが、この GoPro はやっぱり小さくて、手ぶれ補正が強いっていうところが非常に気に入っております。でやっぱりですねこの GoPro めちゃくちゃ何がいいなと思ってるかってですね、やっぱり防水性能がありますんで、海の中でも、動画や写真が撮れるっていうのもめちゃめちゃいいなと思っておりますし、まあ、非常に可愛らしいデザインも気に入っております。であとはですねマイク性能がちょっと気になるところではあるので、僕はですねこのメディアモジュラーというですね1万円ぐらいのオプション品を、GoPro につけて使うことによって、風の強い日でもですね綺麗な音声を拾うことができますので、その辺もですね使い勝手がいいので非常に気に入っております。ですので皆さん旅行に行くこと好きだと思うんですけども、まあ、スマートフォンで、まあ、動画撮るのも非常にいいんですけども、ちょっとランクが上の動画を撮りたい場合は、こういった GoPro なんかも非常にいいんじゃないかなと思っておりまして、非常におすすめなアイテムになります。はい、ということで第3位が GoPro Hero 9になります。ということで第2位のご紹介になります。第2位に関してはこちらは僕が先月購入したアイテムなんですが、一気に第2位に躍り出たですね超便利なアイテムになります。ということでじゃじゃーん、こちらになります。アンカーの急速充電器アンカーナノ2 45W になります。でこちらの、アンカーの充電器なんですが、何がすごいかってですね、まあ、大体これスマホと比較すると、まあ、小ささ分かっていただけると思うんですが、本当めちゃめちゃちっちゃいんですけども、スマートフォンの充電はもちろん、MacBook の充電はもちろん、Windows のパソコンの充電ができちゃう、超便利なアイテムになります。で僕は普段、ソニーのバイオを、業務用端末としてパソコン使っているんですけども、アダプターがめちゃめちゃ大きくて、荷物がかさばることがですねかなり悩みだったんですけども、でこれを買うことによって、別売りのアンカーのケーブルをこうやって挿すとですね、もうこれで、Windows のパソコンが充電することができますんで、めちゃめちゃ荷物の軽量化につながりました。で、当然ながらこれで Android の充電だとか、あとはライトニングケーブルのものを挿すとですね iPhone のやばい iPad の充電もできますんで、本当に今までいろんな充電器ケーブルを持ち歩いてたんですが、これ3つでですね僕が持っている全アイテムを対応することができますんで、非常にですねカバンの中が整理されて持ち物も減ったんで良かったなというふうに思っております。価格もですね3990円という形になりますんで、非常にお求めやすくですねコストパフォーマンスが高いアイテムなんじゃないかなというふうに思っております。ということで第2位がアンカーの急速充電器アンカーナノ2 45W になります。はい、ということで早いもので2021年上期買ってよかったものランキングベスト1位の発表になります。1位の商品はこちらになります。じゃじゃーん、金谷ブラシの馬毛歯ブラシになります。こちらの歯ブラシなんですが、創業がですね大正時代になるですね、ブラシの専門メーカーが出しているですね馬毛の歯ブラシになります。価格がですね税込み363円になるんですけども、僕はですね Amazon で3本セットのものを買いましたが、だいたい1000円ぐらいで購入することができます。で普通の歯ブラシと何が違うのって思われる方がいらっしゃると思うんですが、使ってみたですね、汚れの残り感とかすっ
きり感がですね本当に全く違います。実はもうこれ1ヶ月以上使ってるんですが、この歯ブラシですね全然開かないんですね。ですので、長く使うってこともできますので、その点もですねコストパフォーマンスが非常にいいなというふうに思っております。やっぱりですね歯の治療費って非常にお金がかかるので、こういったですねいい歯ブラシを使うことによって将来のですね歯の治療費を抑えることができると思いますんで、そう考えてみるとめちゃくちゃコストパフォーマンスが高いんじゃないかなと思っているのがこちらの歯ブラシになります。でサイズが小とか大とかあるみたいなんですが、こちらは僕は小のものを使っておりまして、通常の歯ブラシと一緒ぐらいのサイズなので、皆さんリンク先貼っておきますので小を買っていただければいいかなというふうに思っております。はい、ということで栄えある2021年の上期買ってよかったもの1位は金谷ブラシのうまげ歯ブラシになります。はい、ということで動画は以上となります。今回は2021年の上期買ってよかったものランキングベスト8をご紹介させていただきました。上期も非常にたくさん動画見ていただきましてありがとうございました。下期もですね動画投稿頑張っていきますんで、いいねボタンを押していただけると励みになりますし、チャンネル登録もしておいていただけると大変嬉しいなというふうに思います。はい、ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。